藤岡市の藤の花咲く丘、藤まつり開催しているので行ってみます。雨が降っていますが行きます。駐車場は無料、入園料も無料のようです。藤祭り、どこに藤はあるんだろう。なんか花はだいぶ散ってしまっている。雰囲気だけ楽しんでいきましょう。屋台も出てて、お団子や焼きまんじゅうを売ってたよ。天気が良ければにぎわっていたんだろうね。夜はライトアップもされるらしいよ。だね。屋台でブンダのお団子を買って帰りました。